トーニー軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5万1675人であり、2000年の3万9703人から30.2%増加した。州内でも最大級に成長速度の高い軍になっている。軍庁所在地はフォーサイス市であり、同軍で人口最大の都市はブランソン市である。 トーニー軍は1837年1月4日に組織化され、軍名は第5代アメリカ合衆国最高裁判所長官、ロジャー・トーニーにちなんで名付けられた。トーニーは後にドレッド・スコット対サンフォード事件の判決で多数意見を述べたことで記憶されている。トーニー軍には観光都市であるブランソン市があり、またブランソン小都市圏に属している。テーブルロック。 トーニーコモ及びブルショールズ湖があり、ライブ音楽のショーがあり、またレストランやショッピング街もある。初代トーニー軍庁舎は1837年に初期開拓者が建設したが、南北戦争中の1861年7月22日に破壊された。二代目の軍庁舎は1885年12月19日の火事で焼けた。三代目の庁舎は1952年に、 ブルショールズ小造成のために移転された。四代目で現行の庁舎は1952年に作られた。1989年に増築が始まり、1991年に完成した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は651.48平方マイルであり、このうち陸地632.36平方マイル。 水域は19.12平方マイルで、水域率は2.93%である。軍内をホワイト川が流れている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。東乳義軍の25歳以上の住民のうち 81.、81.4%は高校卒以上の学歴を持ち、14.9%は学士以上の学位を持っている。 2000年宗教データアーカイブ、教会軍別信徒報告書によれば、トーニー軍は、福音主義プロテスタントが最多数を占める、バイブルベルトにある。最も多い会派は、南部バプテスト連盟の32.88%、続いて、カトリック教会の12.36%、長老派教会の9.13%である。領域が、トーニー軍と隣接する軍に及んでいる町を示す。 トーニー軍の地方レベルでは、共和党が大半の政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職を全て独占している。2009年、トーニー軍政府は、副役者が監獄に入っている時に1日45ドルを徴収し始めることを決めた。ある批評価は、この措置を貧乏人税だと批判した。国政大統領選挙のレベルでは、中南西田園部の軍と同様に、 共和党支持の強い地盤である。2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ w ブッシュが2対1以上の票差で、トーニー軍を制した。2008年の選挙では、州内の田園部にある軍と同様、バラク・オバマより、ジョン・マケイを選んだ。トーニー軍では、過去50年以上民主党候補が制したことはない。トーニー軍は、州南西部バイブルベルトにある、 伝園部軍と同様、社会的にまた文化的に保守的であり、それが共和党支持の傾向に強く影響している。2004年の州民投票では、結婚を男と女の結合として定義する州、憲法改正案を、東西軍は80.04%という、圧倒的多数で賛成した。州全体でも71%の賛成で可決し、水売り州は、 同性結婚を禁止する最初の州になった。2006年の州民投票では、肺性幹細胞の研究を予算化し、合法化する憲法改正案がかけられたが、ニー軍では56.64%が反対した。州全体では51%の賛成と、過労うじて改正が成立し、肺性幹細胞の研究を最初に認めた州の一つになった。 軍民は伝統的に社会問題に保守的であるが最低賃金の増加のような人民主義的施策は支持する傾向にある。やはり2006年の州民投票で最低賃金を時間あたり6.5ドルに増やす命題については、東2軍では77.78%が支持した。この命題は州内のどの軍でも支持され75.94%が賛成した。 2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙で、トーニー軍は2大政党の候補者をどちらも、州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となったが、共和党予備選挙では、元アーカンソー州知事のマイク・ハッカビーがクリントンより、多い得票で1位になった。2010年の映画ウィンターズ・ボーンはすべて、 トーニー軍とクリスチャン軍で撮影された。多くの地元住民もそこそこの役をこなした。ありがとうございます。